戻るぞ。さあ着いたぞ。ここかな。こっちね。中に反応あるな。あいつかどうかはまだわかんないけど、やってみよう。よし行くぞ。レッツゴー、潜入。ああ、なんか4人いるぞ。古文かな。痛いやがったぜ、あいつ。しかし、奴の部下もいるぞ。ここを出れば、奴らの目の前だ。引き返すのは難しそうだな。どうするでしょうか。行くぞ。行くぞ。やってるぞ。なんじゃお前ら、そっちから粉かけに来たんか。その通りだ。やばいよ。てか兄ちゃん怖いんだけど。わしは忙しいんじゃ。お前らはここいつらとでも遊んどけ。まったいい加減相手になってよ。行くぜ。空間殺法。何？俺ならやれるぞ。よろしく。受けたまわった。敵ダウン。ホックス、華やか。ナイスクリティカー。マハブフダイ。一体凍ってる。オッケー。なんか冷え性のペルソナいたな。ね、シャドウか。片付いた。あいつは？あ、逃げてる。どこ行くな。あ、ちょっと待って、上になんかある。行くぞ。あ、了解。行くぜ。結構広いな。ここにいるのか。ターゲット部屋の中にいるみたいな感じ。入れねえか。鍵閉めやがった、もう。お、こっから入れるかな。お、いけるね。さあ、最後の予告状。予告状じゃない。最後の、もらっていきましょうか。ダクトの外。ね、よっしゃ、最後の紹介状。行こうぜ。行くぞ。もう逃げられんぞ。しつこいの。そこまでしてわしの玉が取りたいか。いや、紹介状が欲しいんだよ。うわ、どこの組だもんじゃ。組？組って人形的なあれじゃねえ。処理って決してぽいみたいな。やばい、本物。シドのやつ、裏社会とべったりか。お墨付きをもらうにはどうすればいいの？うん、おい、わしゃ忙しいんじゃ。おめごとのもみ消しや愛人家の後始末でな。用があるならいい。紹介状が欲しい。紹介状だ。なぜお前らにやらなあかんのじゃ。ですよね。実は入れ墨のデザインを提案しに来ました。入れ墨。彼、絵が上手い画家なんです。まあ確かにね。どういうことだ。入れ墨のデザインなどする気はないぞ。いや、ここは話を合わせてくれよ。ユウスケならやれるかなって。何を揉めとる。見せてみろ。嘘なら勝利させてもらうが。ユウスケ描けって。絵は絵だろ。では俺が描くものを決めていいですかね。ダメだ。わしに似合う神々しい鳳を描け。それ以外は認めん。鳳好みじゃないんだが。言い訳か。口だけの自称画家が。
そんなもん吐いて捨てるほどおるわ。口だけではない。どんなものでも書いてみせる。ゆうすけ、なめんなよ。紙と筆を。できた。おい、これ入れ墨の絵じゃねえ。怪物？五個がすごいけど。芸術爆発だね。そうだね。俺にとっての鳳凰はこれだ。こりゃダメだろう。斬新じゃ。気に入った。あらら。ありがとうございます。うまくいったっぽいね。では紹介状を。条件がある。小僧、わしのお抱え彫り師になれや。スカウト？掘りしって断る。ならば紹介状は渡せん。やっぱ戦うのか。俺の絵の道は俺自身で決める。もう誰の世話にもならん。分かったら紹介状を出せ。出さぬのなら奪い取るぞ。鳳凰など到底似合わぬドバトからな。ほんどりゃ処理じゃ。あら最低、また引きずり出すら。結局やんのかよ。うわー、でかい。あ、一体。なるほどね。鬼っぽいな。効くかな、わかんねえ。お、効いた。あ、硬い。まずいんじゃないか。映画系か。シェラ組んだ。ここはマハスクガじゃ積んどこう。そしてペルソナのガルダイ。コンセントレートからの空間サポート。レジストではないのか。お、ナイス回避。もう状態以上か。ブフダイ。これ。オーランか。ミラクルパンチでクリティカル出せたらいいな。無理だな。アギダイン。おい、ダメージだ。じゃあ一体に集中しよう。ワンショット蹴る。起きた。終わりだ。反射で倒せない。あれ、マハル君だ。最初から使えばよかったね、こいつ。ナメプしたな。さあ、レベルアップ。強いの、小僧ども。気に入った。その気骨見上げたもんじゃ。よかろう。わしのお墨付きをくれてやる。船内で暴れ回ったこと、本来ならば処理の対象じゃが、まあ必要なかろう。あれ、意外と優しい。見逃すということか。お前らみたいな強者に入り込まれるとは。この船、先は長くあるまいて。大さんじゃ。船長はいい雇い主じゃったが、真珠はごめんこむるわい。達者でな、若いの。認知上の人物としては意外だな。政治家は日陰の人脈とは親しくならない。きっと現実でも金銭だけのつながりなのよ。なるほどね。そうに違いない。やっと5つ揃った。これで本会議場に入るんだっけ。ええ、そこにおそらくお宝が。紹介状集めで他の場所はほとんど回ったから、間違いないと思う。絶対お宝奪ってやる。
分かってると思うけど、今回の予告状は今までとは重みが違う。予告を出せば死んだはずのジョーカーが生きていたって相手に知れる。ああそうだもんな。背水の陣よ。負ければ今度こそ俺たちの人生も終わりだろうな。そんなの嫌よね。絶対に勝つぞ。足りめえだぜ。決まりだな。問題はどこにどうやって出すかだけど。どうせ出すなら最高に派手にやろう。凝ったトリックも全部この時のためだったんだし。というか実際派手にやらないと小さなリークじゃ握りつぶされる。今回は手紙にこだわらなくていいのかも。うん。ついに私の出番来たね。これどうしたの？なんでもない。まあ長居してまで考えることじゃない。一旦戻ろう。 OK。 よし揃ったな。紹介状ごめん、随分と苦労したがこれで例の扉が開くぞ。お宝いただいてやろうぜ。よっしゃ行くか。レッツゴーお宝。なんだ。おっと明智、気づきやがったか。久しぶりだね。てめえはなんでここに。まったく僕を騙すとは恐れ入った。甘く見ていたよ。本当に面白いやつだよ君は。口数は少ないけど行動力も度胸もある。こんな立場じゃなきゃいいライバル同士になれたのかもね。今からでもなれるんじゃない。いやすでにライバルだ。君最高だね。君は今までの自分とか人間関係とかそういうものにとらわれない。いつだって心が自由だ。僕とは反対、心底羨ましいよ。なんであと数年早く出会わなかったんだろうね。え、明智が残念がっているのは本心のようだ。明智のことがさらに分かった気がする。あ、そこで上がんの。よし。明智、あんた。でもたらればの話してもしょうがないよな。現実はそうはならなかったんだからさ。明智、あなたどうして指導なんかに協力してるの。パレスの景色を見たでしょ。あいつの本性は。協力？何言ってんだよ。俺にはこんな国どうでもいい。全ては指導正義に、父にこの俺を認めさせ復讐するためだ。父さんなんだ。指導か、父親。前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。あの男にとって俺は存在自体が醜聞。だから協力したのね、一時的に。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。生まれることを望まれなかった子供ってわけさ。そんな。恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で、子供じゃどうしようもなかった。けどさ。そんな時だ。しちまったんだよ。
認知の異世界ってやつをさ、神様だか悪魔だかがチャンスをくれたんだ。笑いが止まらなかったね。顔がやばいな。てめえ、別にいいだろ。どうせ奴ら自身だって薄汚い食うか食われるかをやってんだ。そんな害悪を処理してやったのさ。怪盗団と何が違う？人殺しと一緒にするな。それがどうした？やっと手が届くんだよ、あいつに。指導正義に。あいつが権力の頂点を極め、俺を必要な右腕だと認めたその時に、耳元で囁いてやるんだよ、俺が誰なのかをな。その時初めて、存在自体が醜聞だった俺が奴を支配する、奴を超えるんだ。歪んでいるな、哀れなほどに。あと数週間で全てが実るはずだった。それをお前らが。だがまだ取り返せる。お前ら全員の首があればな。そんなことのために首はやらねえよ。大層なこと言ってるが、要はガキがダダこねてるだけだぜ。この俺に意見すんなよ、カスどもが。指導正義は俺が責任持って生き地獄に突き落としてやるよ。だからジョーカー、お前は安心して行くがいい。決着をつけようか。そうだな、語り合う言葉はもう必要ない。ずいぶん余裕ぶっこいてるか調子乗んなよ。こっちはてめえと組んだことがあんだ。手の内なんてほとんど知ってんだぜ。まったく、そのバカさ加減でジョーカーの仲間が務まってるとはな。ああ、ハッタリかましてんじゃ。いいえ、ハッタリじゃない。彼が本当に廃人化や一連の事件の犯人なら、私たちに見せた力だけじゃ辻褄が合わない。俺の本当の力、殺しがてらレクチャーしてやるよ。メイドの土産だ。おっと、奴らを殺せ。シャドウ出しただと。誰にも邪魔はさせない。やってやるか。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす人間の暴走。真犯人は心を暴走させる力も持っていないと説明がつかない。そうさ、俺のお前らにはない俺だけの力だ。こいつなんかやってくる気だ。何やるか答えを見せようじゃないか、ペルソナ。暴走のいざない。あれ、ペルソナが違う。なんだ今の。ロビンフッドじゃない、別のペルソナ。ちっぽけな存在でも心のカセが外れると桁違いの力を得ることがある。侮らないことだね。うちのやつ何した。敵の戦闘力が上昇してるぞ。了解。防御力は下がった。任せろ。強化状態だよ、気をつけて。硬い。マハガルダイン、よっしゃ倒せるぞ。マハラギライン、何吸収だと。よっしゃ終わり。ボコボコにした。
これでしまいだ。くそ、こいつの暴走させる力、てっきりナビみたいな特別に拾った代物かと思ったが、自前のペルソナの力らしいな。うん、あんな人を操ったり狂わせたりする力を自分自身の心から踏み出してたなんて。殺すんだ、殺してやる。ケチ、もうやめて。相手が違うでしょ。同じ奴を憎んでるのに、なんで戦うの。私たちの首なんか取ったってあなたは幸せにならない。だが俺は、指導がどう言うかじゃねえ。おめえはおめえだ。もう分かってんだろ。くそ。私な、たまに考えるんだよ。お前らが仕掛けたメジエドのこと、あれ最低の罠だったけどな。あれがなきゃ今の私多分なかった。要するに、どっからやり直したっていいんだ。お前ジョーカーのこと気に入ってんだろ。こっち来いよ。戦う前に笑ってたの、あれ本心だろ。本当の気持ちに従えよ。嫌われたって望まれなくたって、そんなの。ざまれざまれざまれ、仲間。それが何だっつんだよ。俺のどこがお前に劣ってるんだ。誰かに望まれるために成績や大人の評判に徹底的にこだわり抜いた。俺は名探偵でカリスマだ。明智君、それが前歴持ちで屋根裏に住んでるゴミに、どうして俺が、なんでお前なんかが俺にないもん持ってんだよ。なんで俺よりゴミの貴様が特別なんだよ。自分の胸に聞け。ありきたりのセリフ吐きやがって。お、今のは黒い仮面。あやつは来ないのか。あの黒い仮面の黒い仮面、誰。まさかパレスにワワハイたち以外の侵入者がいたってのか。もしかして金城が言ってたのも。パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の心好きにできんだぞ。教えといてやるよ。パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で何が起きようかお構いなし、廃人化に精神暴走、なんでもありだ。じゃあ廃人化や今までの不可解な連続事件はやっぱり。ああ、でもいいな。こんなの初めてだ。自分でも驚いてる。お前になら本気出せるかな。俺さ、面白いことを思いついちゃったよ。面白いこと？これやったらどこまでやれるんだ。面白いこと？お前だって物足りなかったんだろ。本当はこうしたかったんだろ。俺とお前どちらかくたばるまで殺して殺して殺し合う。手加減なんてクソくらいだ。ああ、想像しただけでゾクゾクする。
シドの評価知らねえよ。お前をぶち殺せるか、お前を超えられるのか、それだけだ。なんだ。いいぜ、見せてやるよ本当の俺をさ。来いロキー。まただ、あのペルソだ。これはくだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと、なんてやつだ。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘。やろう、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねー、社会のゴミの分際で。正体現しやがったか。殺す、壊す、ねじ伏せる。仲間なんてカスの集まりなんだよ。あいつの新ペルソナの能力は不明、みんな警戒して。ロビンフットはどこに行ったんだ。ワンショットキル。外した。な、どうかどうした。やれ我が犯人。硬いな。温泉トライト。我は何時。ブフダイン。あ、テトラか。物理攻撃反射。ブレイブザッパー。おっと、まずいぞ。煉獄の翼。レジストか。こっからのリベンジに助けようか。メジアーラハンしかないんだよね。一回メジアーラハン打っとくか。助かった、ありがとね。行くぞアギダイン。燃えろ。勝っただけだ。おいらめしだ。ああ、反射するから魔法使うかじゃ。傷、舐め合うだけの数、ゾモギャ、仲間って言っとけば何でも成立するもんな。降臨せよロキ。マカラターンか。痛いなぁ。なんか言ったかな。万能属性もやれねえなこれだったら。吸収だよねこいつ。吸収だから打ってみるか。ブロック。一応回復しておこう。味方一体全回復。コンセントレート。よし、発射。マハラ行も覚えてんの。やばい、延長とダウン取られた。テトラじゃね。
光画系が弱点かな。残念ながら効果覚えてないんだよな。モナ燃えてる、体力減っちゃうよ、急いで消して。なんでハッピーボムって。これだ、レジスト、体力生活中、気をつけて。メディアルハン、終わりだ。いや、ちょっと打ってみよう。諦めろ。なんだよその目は。俺は勝ってきたんだ。一人で仲間なんているもんかよ。いるもんか。ジョーカーを睨んでいる。ダウンショット使ったら離せる。外した。明智、もういいだろう。分かってる、懲りたよ。いいよな、お前は仲間に囲まれて認められてさ。しかも指導が罪を告白したらお前らは英雄だ。俺は過去の推理が自作自演とバレて、名声も信用も全部消えてなくなる。なるほどな。自分で暴走させたターゲットの事件を自分で解決させてたってことか。それも指導と手を組んでな。結局特別な存在になんてなれなかった。十分すぎるくらい特別だろうが。悔しいけど知恵も力も私たちの誰より優れてる。あなたに勝てたのも全員で挑んだから。私はあなたの才能が羨ましかった。お姉ちゃんに信頼されてるのが悔しかった。お父様のこと許すつもりはないけれど、あなたのことわからないわけじゃない。奪っていった大人を見返したいっていう気持ち。だがいざ叶える力を得た時、お前は自分のためだけに使った。つうか一人で複数ペルソナとか、お前多分ジョーカーと同じ才能もあったんじゃね。確かにな。なのに人生ソロプレイだったから、目覚めた力は自前の嘘と恨みのたった2個だけ。でもそれで十分って思ってたんだろ。わかる、そこはすっげえわかる。そいつが多分全てで勝るお前に唯一なかったものだ。よし戻って予告状だな。俺たちはシドウをぶっ倒す。お前これからどうすんの。邪魔されんのは困るし、いっそのこと一緒にけじめつけに行く。バカなのか。邪魔が嫌なら俺を始末すべきだろう。一緒に行こうぜ。理解を超えてるよお前らは。おっと、明智、もう一人だと。まさかこいつは認知か。ああそうだ、指導の認知症の明智か。お前らは
後だ。指導船長の命令だ。歯医者に用はないってさ。まあちょっと予定が早まっただけだ。どの道選挙が済んだら始末する予定だったし。何？散々殺しを受け負ったくせに自分だけは大丈夫と思ってたのか。まさか頼られて内心舞い上がってたわけじゃないよな。ああ、船長から伝言だ。他人を廃人化させてきた。報いを受けろ。てめえでやらせといて。なるほどな。前から疑問だったんだ。もしもこのパレスで俺が本気で暴れたらどう防ぐ気なのかってな。お前がその係、同じ顔した人形に殺させるってわけだ。あの男らしい。やめろ。そうとも、俺は人形さ。何だってするけど、俺が人形なら本当の人形はお前だろ。認められたかったんだろ。愛されたかったんだろ。インチャーグチ顔やべえな。お前はさ、花から人形だったんだよ。てめえ、これが指導が考えてる明智五郎。ひどい、ひどいよ。今からでも遅くない。一緒に改心させよう。たとえ実の親でも。ううん、実の親だからこそ。ごちゃごちゃうるさいな。先にお前らからやってやろうか。うわ、しまった。あいつ一人じゃない。シャドウが。なんなら誰か身代わりを志願しろよ。少しはこいつの死が遠のくかもしれないぜ。この野郎。誰かのためがモットーなんだろ。ああ、俺と同じだな。俺も船長のためならいくらでも罪をかぶって死ぬ気だし。人殺しを手伝わせた上にこんな風に思ってるなんて。そうだ、最後のチャンスをやるよ。お前が奴らを撃て。俺は本当にバカだったよ。そう、それが船長の望むお前だ。勘違いするなよ。消えるのはお前だ。死ぬ気か。やっぱりバカはお前らだ。見捨てていけばよかったのに。こいつら相手に今の俺を抱えてじゃ全滅だろうが。明智君、代わりに取引だ。まさか断ったりしないよな。お前、こんな時に。明智。指導を改心させろ。俺の代わりに罪を終わりに頼む。こっちの約束も果たせ。手袋だぞ。この後に及んでそれを言う。
まったく君ってやつは本当に。死ぬなよ。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、正義の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。さあ、ランクアップしましたね。正義ランク10。よし。さあ、合体怪人メタトロン。これがなかなか強いんだよね。貴様。おい、やめろ。最後の相手が人形だった俺自身か。俺は明智くん。モナ、開ける方法。何とかして開けてくれ。反応がもうない。雑魚どもの分しか感じない。そんな。やるぞお前ら。これ以上シドウみたいな悪党のさばらしちゃおけねえ。絶対に、絶対にだ。俺は生きてると信じてるからな。くそ。託されたものもあるしね。開けてくれよ。無理か。いやー、ロイヤルの追加シーンもあったけどダメなのかな。おい、お、サイドデッキに出たな。こっからならルートを誘導できるぞ。さあ、開けていくか。よし。開けコマ。ねえ。さあ、行くぞ、みんな。明智の分も、頑張ろう。あったね、お宝。以外は割と本物に忠実だし、ダルマも政治家にとっては選挙活動の定番だわ。まあね。無人なのか。妙だな。前に声が漏れ聞こえた時には人が大勢いる風だったか。けど歪みの中心地は見た目的にも絶対ここでしょ。ああ、実際お宝の気配をビンビン感じるぜ。出現位置はここで間違いないようだな。さてと、いよいよお宝のルートを確保したな。帰還するか、戻るか。よし、大逆転作戦の最終章だ。今回バクラ死んでも後には引けない。ケールで行くぞ。明智のためにも頑張ろうぜ。何か。あんなクズな親改心させてやろう。じゃ、切り上げよう。どうする？引き上げまーす。さあ、一気に進みましたね。ドドドドドドドン。結構多いな。さあ、お宝のルート確保。よし。あのね、本番だよね。ちょっと緊張するかな。ここまで来たんだもの、失敗しないようにしっかり準備していきましょう。やってやろう。さあ、夜ですね。帰ってきましたぞ。よーし、今日はお手軽だ。疲れただろ。やっと本外機場に入れたね。これで予告状出せるけどいつにする？予告の方法も考えないとな。指導応援してるやつも見るてやろ。絶対あっと言わせてやる。どうかしたのか？ああ、ケチ君のことね。助けられなかったな。けどあそこまであいつを歪めた指導は持ってるっすね。作戦を成功させよう。あいつ
最後にみんなを助けてくれた。きっと本当は。なあ、絶対にこの作戦は成功させよう。だな、頑張ろう。じゃあマッサージだけ頼んでもらいましょうか。いやー、ケチ生きててほしいなー、マジで。追加シーンは一応あったんだけど、根本はそんなに変わんなかったな。またね。まあ追加のところで生きててくれれば嬉しいかなというところですね。じゃあ今回はここら辺で終わっておきましょう。また次回お会いしましょう。次回は予告状を出していきたいと思います。それではまた次回、グッバイ。